はい、こんにちは。毎日詰め将棋探偵数ですけども、今日の詰め手数は9手です。考えてみてくださいと。9手ですけど、昨日の7手よりははるかに簡単かなと。もう初手はこれもう見る聞くなしに3一飛車しかないですよね。これ持ち駒が飛車と利き角だったら、まあまだこんなような手も考えられなくもないんですけども、こんな風に。まあでも、もう飛車と金なんで、この角取られたらもう一貫のおしまいということで、もう初手は僕は下段に落ちてくれないですよ。これ取ってくれれば簡単なんで、取ってくれればこの金で詰んじゃってるんで、これは取ってくれないと。で逃げると。まあでも逃げて飛車と角が配置されて持ち駒に金があれば、あとはもう必然の手しかないですよね。間違ってもこんなことしちゃったら、やっぱりこの角取られたら生命線の角取られておしまい、こっち逃げられちゃうんで、もうここはもうなんか重たそうですけど、これしかないですよね。ではこれも玉も振り行く一手で、でそしたらまあこれじゃ何やってんだか分かんなくなっちゃうんで、こっちですよね。こうすれば飛車の成り返るラインに呼び込めると。これ逃げればこれはもう簡単な話なんで、取る一手と。でまあこれで3人に飛車が成れれば、これはもう相利かずなんで、逃げ場もここしかないと。そしたらあとは竜がすり寄って、まあ角が成っても詰みということになりますと。ということで詰め手順は、初手が3一飛車、これ取っちゃダメです、2三玉と。でまあもちろん飛車成りはダメで、重たく2二金と。1三玉、1二金、同じく玉、3二飛車成り、1三玉、まあ最後は2二に、まあ竜でも角成りでも詰みということになりますと。じゃあ以上です。ご覧いただきありがとうございました。詰将棋動画には、このように再生回数の多い人気の動画も多々ありますんで、この辺あたりをクリックして、別の動画も見ていっていただけたら嬉しいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。